ゲームシェイカーズとはアメリカ合衆国で制作されたシチュエーションコメディである。2015年9月12日から2019年6月8日までニコロデオンで放送され全61回制作された。日本では NHK 教育テレビで放送されていた。ニューヨークのブルックリンに住む中学生ベイブ・トケンジーは 学校の宿題で制作したスカイホエールというゲームアプリを売り出してみたところ数百万ドルものヒットを飛ばし売上金をもとにゲーム制作会社ゲームシェイカーズを立ち上げるが無断で WG の曲をスカイホエールに使っていたことが本人にバレてしまう。ベイブたちは WG の息子のトリプル G の提案もあって彼をビジネスパートナーに迎え5人で会社を盛り上げていこうと する。NHK 版での放送順に基づく。日本でのシーズン1は、撮影された順に、シーズン1のエピソードとシーズン2のエピソードの一部を放送した。また、米国では1時間スペシャルだった、シーズン1第1はゲームスタート。と最終話、恐怖のテクフェスは、それぞれ2回に分割されている。日本では、ニコロデオン制作の海外ドラマで、初めて、 NHK プラスの配信が行われた。また理由は不明だが、第17話は未放送となった。ありがとうございます。